今日は、僕の持ってるキッチングッズ、まあ、その中でも特に使うものを中心に、紹介していきたいと思います。まあ、ここに置いてあるのが紹介するものです。こっちは関係ないですね。では最初にですけども包丁の方を紹介していきたいと思います。で包丁は全部で5本持ってるんですけども、メインで使ってるのはこの3本の包丁になります。でこの包丁はですね、最近買った包丁になります。ここにみやびと書いてるんですけども、これツビリングから出てるみやびシリーズの包丁になります。でこちらの包丁なんですけども、切れ味がね素晴らしくいいんですよ。結構怖いぐらいものが切れます。で重さもまあそんなに重いわけではないんで、まあ、結構どなたでも使えるんではないかなと思います。でこれ牛刀ですね。これはこっちにあるのが三徳包丁で、これは、牛刀になります。続きましてこちらの三徳包丁ですね、これもヘンケルスから出ててる、これですね、もこみちはやみと書いてるんですけど、これまあ、その名の通りね、はやみもこみちシリーズですね。この2本はで持った感じは結構軽いですね。これこちらのみやびの牛刀に比べると半分ぐらいの重さかなっていう感じです。で決してこれ切れないわけではございません。今まで現にこれで、料理とかずっとしてきてますんで、まあ、切れ味的にはすごくいい切れ味を持ってます。まあ、全然十分な切れ味なんですけども、まあ、いつかねこのみやびシリーズを欲しいなと思っていたんで買い替えただけです。決してこれに不満を持ってるわけではないです。こちらの包丁も、まあ、同じですね、ヘンケルスから出てる早見もこみちシリーズになります。でこれも持った感じはものすごく軽いです。で、これも同じように決して切れ味が悪いわけではないです。で僕実際今これペティナイフとして使ってますんで何も問題はないです。デザインも、まあ、この上2本もすごいかっこいいものですし、こっちもこっちでね和のテイストで作られてる包丁なんですごくかっこいいです。この裏の部分にですね、こっちはロゴが入ってます。でこっちにはみやびという漢字が入ってます。こういうところもねお気に入りのポイントでございます。でインスタを結構当初からフォローしてくれる方は知ってると思うんですけども、これは、まあ、包丁と一緒でもこみちプロデュースのまな板になります。ここにこういうふうにみちって書いてるんでね。でこれのいいところはですね、まあ、大きすぎず小さすぎず本当にちょうどいいサイズのまな板であることと、あとは見てもらったら分かるんですけども、まあ、ここにねこういうふうに溝があります。でこの溝はですね、本来の目的はここに、まあ、ステーキとかそういうものを置いて、まあ、肉汁が垂れないようにここでカバーしますよっていう溝らしいんですけども、まあ、僕の使い方としてはですね、たまに動画でも載ってると思うんですけど、例えばまあネギを切りますと、でネギを切ったものをこの溝に置いてですね、ここに置いたら動かないんで、でまたここで違うものを切ったりしてるっていう感じですね。なんでこの溝に置くことで、まあ、バットとか他のお皿に移す必要なく、違うものも切れるっていうところはちょっと気に入ってますね。はい、次ですけども、次はヘラになります。で料理するときに主に使うのはこの2つのヘラかなという感じです。こちらのヘラはですね、ニトリで購入したものです。でこのヘラ大きさがものすごくちょうどよくてですね、小さすぎず大きすぎずということで結構小回りも効きますし、持ち手のところもねザラザラしててあんまり滑るような感じではないです。で先端は、まあ、こういうふうに結構柔らかめです。
これは僕の記憶だと、普通に使って問題ない、まあ、普通に使ってっていうのは耐熱に優れてるから問題ないってことです。で、こっちのちょっと大きめ、ちょっというかだいぶかな、1.5倍ぐらいの大きさがあるのはルクヌーゼのヘラになります。で、これ価格が確かね、3000円いかなかったかなってぐらいなんですけども、まあ実際ね、使ってみると、この持ち手のところ、見てわかるように膨らんでまして、握った時にかなりフィットする感じです。こっちは、ちょっとザラついてて滑りづらいっていう良さもあれば、こっちは膨らんでて握りやすくて、使いやすいっていう感じです。で、先端は先ほどのニトリで買ったヘラに比べたら、結構硬めですね。硬めというよりかはしっかりしてるっていう感じです。で、これもシリコン素材なんで、まあ一応フライパンとかでも使えます。続きまして、こちらのトングになります。で、これはですね、動画の撮影してる時にいきなり実家から物が届いて、まあ、中身を見たら母親からのもので、いきなり送られてきたトングになります。これ今後ろから見た感じなんですけども、ここ膨らんでるところがあるんですけど、これはこういうふうに持った時にちょうどよくですね、親指と人差し指に当たります。なんでこれが外に向いてることによってものすごく握りやすくなってます。で、もう一つですね、これがあることによってこういうふうに自分で自立してくれます。なんで料理とかしてる時も、まあここがね、食材に触れるところなんで自分で自立してくれて、こういうふうになるので衛生面的にもいいかなと思ってます。次、フライパンを紹介していきます。で、最初にこちらのアルミフライパンですね。これは赤尾の24センチのフライパンになります。で、持った感じはですね、普通のフライパンとあまり重さ的には変わらないかなっていう感じです。実際に使ってみて機能的なところで言うと、アルミフライパンなんで熱伝導がものすごくいいです。弱火でもしっかりこう食材に対して火を通すことができます。で、まあ、水分とかをね、一気に飛ばしたいっていう時は火力をグイッと上げてあげると、フライパンにすぐ熱が伝わるんで、かなりの短時間で水分を飛ばすことができます。最後に紹介するのはこちらのバラリーニのフライパンになります。イタリアのブランドですね。これはこのフライパンの特徴としては、石のように硬いと言われているコーティングですね。グラニチウムコーティングっていうものを採用しているようです。何かというと、2種類の鉱物を、混ぜてるだったかな、そんなような加工な気がします。すみません、間違ってました。で、先ほど言ったように加工が石のように硬くされているということなんで、まあ、こういうシリコンベラはもちろんなんですけども、金属製ですとかステンレスのものでもこういうふうに使うことが可能です。あと、小さな気遣いな気がするんですけども、ここの持ち手のところを V 字に開けることで、ここにね、熱が伝わってこないようにしてるみたいな、来ないっていうか伝わりづらくしてるようです。ただ、このフライパン使う時は、先ほど紹介したアルミフライパンのように鍋つかみとかそういうものは、持たずに調理することができます。はい、っていうことで今日は、僕が料理する時に使うものを一部抜粋して紹介させてもらいました。他にもいっぱいあるんですけど、それ紹介してたらですね、とても長い動画になるんで、今回は控えさせてもらいました。で、料理する時に僕が必ずいつも思ってることが、まあ、楽しみながらやりたいなということで、この道具もね、集めたり、まあ、眺めたりすることも一つの楽しみであって、もちろんね、美味しく作ってみたいから、こういう性能がいいものを使うっていうのもあるんですけど、集めることも一つの楽しみじゃないかなと思って、やってます。
またね、機会があれば、他の料理道具の紹介をしていきたいと思います。では本日はここまで。